ニキビ多いね。それ普通人に言わないよ。別に気にならないですよ。普通じゃないので言ってしまいます。ニキビは誰にだってできますよ。男の青春です。そうですね。思春期でできる人とできない人、できない人いるから、できてる時はあまり突っ込まない方がいいよ。友達消える。とさ、声がいちいちうるさくても頭がキンキンして痛くてしょうがない。いや俺の肌で喧嘩すんじゃねえよ。いやまずね、そのコメント欄で、しかも4人5人しかわかんないけど、なんでそんな数人でお前喧嘩してんの。俺の肌で喧嘩すんのやめよって。かお前最後のお前の意見だろうがバカ野郎。お前やっぱ、ということで今回はこちらにいる彼の肌をきれいにすべく、いろいろなものを用意しました。余計なお世話だこいつ。一体どのようになるのでしょうか。皆様楽しみにしていてください。ステップ1、まずこちらの豆乳を飲んでいただきたいと思います。さあ、なんかもっとすごいの来るかと思ったら案外豆乳っていうね。毎日だね。美味しい、まあ、よかったですね。よかったですね、じゃねえよ。ステップ2、続いてこちらですね。まあよくあるパックですね。肌の普通だね。またこれまた普通だね。動画になるのこれ。よしよしよし。これ誰考えたの。釣り目お前。うん、うるせえな。うるせえなじゃうるせえなじゃねえよ。どうでしょうか、うん、なぜかこちらまで肌が良くなった気分がしますね。うん、本当にこいつがつけてんのなんでかわかんないんだよね。じゃあステップ3、最高のものを用意しました。なんかやれよ。顔したんだよ。まあもうプリップリになれ。プリップリ。え、なになになに。カモン。え、なになになに。やだやだやだ。はお前だからなんか…釣り目です。釣り目ですじゃねえんだよ。ステップ3。ステップ3じゃねえよ。まあもうやだ。え、なになにマジやだ。うわぁ、カタツムリ。やだ。おお、ウビビト。ふざけんなよ。そういうことでね。おぉ、スベスベ。スベスベ的だね。これをつけんの。ストラッチにつけてもっと肌…うわぁ、やだやだよ。綺麗にしたいと思います。バカじゃないの。ちゃんとこういうね、美容があるから。つけましょう。じゃあ、うわぁ、マジか。いやもうダメだこれ。ちょっと気持ち悪い。おぉ、じゃあこれ、うわぁ、やだ。あ、あ、だけどもう普通普通。生きてます。やだやだ。生きてます。じゃあもうこれで乗っけて、くわぁ、なめくじ。あ、くっついてる。くっついてる。ゾクゾクする。もうやだ。早く取った。早く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 。もうお願いなんで、もう僕の肌でコメント欄で喧嘩しないでください。本当に。っていうことで。